皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエモンスターズテリワンの SP スマホバージョンですねをちょっとやっていきたいと思います。まあ、ただ今更ね、テリワン SP を普通にやっていっても、まあ、あれなので、まあ、今回はちょっと卵縛りということで、卵から生まれたモンスターのみを使っていくというやり方でやっていきたいと思います。で、こちらですね、まあ、ちょっと卵を孵化させるということで、孵化させられるところまでは進めてあります。まあ、星降りの祠ですね、そこまではちょっとやってます。で、ここの宝箱ですね、タップすると、プレゼントが受け取れて、まあ、まずはね、ここでワクワク卵を3つ入手することができるので、最初のモンスターはこのワクワク卵から生まれたモンスターを使ってやっていきたいと思います。ではプレゼントを受け取って、始めていきます。まあ、始めというか続きから。じゃあ、星降りの祠やってきました。まあ、まずはね、卵を孵化させなきゃいけないんで、まあ、説明は別にいいでしょ。卵の孵化ですね。ここで孵化を選んで、3つ捧げることができます。で、ワクワク卵が3つあるんで、これを捧げていきます。で、ここで鑑定されて、まあ、ある程度のモンスター傾向が出てくるんで、刹那の卵で、刹那の卵から生まれるモンスターは決まっているというところで、ただこのね、ワクワク卵って孵化するのに24時間リアルタイムで必要になるんで、まあ、ちょっと捧げたら丸1日待たなきゃいけないっていうのはあります。だからここで何が出てくるのかっていうのが、もうなんかこの動画の全てだよね。最初にして最大の見せ場みたいな。さあ、2つ目は悠久の卵。なんか悠久の卵の方が微妙だった気がするけど、どうだろう。一応ランク的には B ランク、まあ、最低でも B ランクは生まれるんで、でもどうだろうな、ミミックとか普通にいるからね。で、一番いいのは SS クラスもいるんですけど。では3種類目、ワクワク卵。さあどうなる。深淵の卵。あ、深淵は結構良かった気がする、ラインナップが。では3つ目の卵を捧げてもらって、まあ、あとはちょっと24時間待たないといけないので一旦待ちます。では24時間経ちましたので、いよいよ卵孵化の時。まあ、ここでね、この動画の全てが決まると言っても過言ではない。どのモンスターが生まれてくるか。刹那の卵、ちょっと卵が孵化する前に刹那の卵どういうのが生まれてくるかちょっと見てみよう。で、結構いるな。で、最低でも B ランク以上だからね。ミミックとかいるな。ミミックとか生まれたらちょっとショックだな。マスタードラゴンとかもいるじゃん。なんか当たり外れがすげえな。刹那の卵、マスタードラゴンクラスが出てくれるとめちゃくちゃ嬉しいけど、どうだ。あと他にはキラーマシンとかもいるね。キラーマシン3とかいる。さあどうだ。スカルスパイダーって何。てかすげえ普通のモンスターだな。まあいいや、 A ランクか。まあ S とかが欲しかったけどね。まあまあまあ、まだ1個目だ、なんとでもなる。で、卵以外のちょっとモンスターは全員おさらばしないといけないんで、とりあえず変えておこう。1体目はスカルスパイダー。まあ、でも配合はありだからね、配合はやっていきます。まあ、卵から生まれたモンスターとして配合される。で、悠久もいっぱいいるな。ダンジョンエビとか普通にいるな。ロック調もいるね。まあ、ここら辺は割と普通だけど、良さそうなのはどうだろう。なんかあんまりいいのがいないな。まあ、ローズバトラーとか、
くらい、あんまりこいつすげえってやつがいない。メタルキング、あ、二軸弱とかいるじゃん。いや、でも出ないだろうな。なんかちょっと悠久の卵はあんまり期待ができない。まあ、さっきのな、スカルスパイダーも多分、刹那の卵の中では微妙な方だったからな。セルゲイナス。エス。まあまあまあ、いいんじゃない?これはじゃあ、結構当たり。卵の中では当たり。と信じたい。で、こいつも M。3体だからね。で、え、てか M?M ってメガボディだよね。ってことは、あれ、S スタンダードボディが生まれないと3体入れられなくね?今思ったんだけど。まあいいや。で、深淵の卵。深淵はね、結構ラインナップがいいんだよね。ゴールドマジンガー、レオパルド、マスタードラゴン。ここにもマスタードラゴンじゃん。トロで。ジェノダークとか。これ、多分外れはない。外れはないから、もうこいつが、この動画の中の主役になるな。でも、トロでとかさ、主役感はないよね。生まれたら。ダイヤモンドスライム。やば。あ、こいつ S ボディだ。もう名前が入らないし、ダイヤモンドスラ。使ってこう、SS ダーランク。守備力275とか、めちゃくちゃ高え。素早さももちろんむちゃくちゃ高いけどね。大切に育てていこう。で、ちょっと今生まれてきたモンスター以外は、全員、放牧するんで、放牧っていうかもう、さよならするんで、メンバーリストから、分かれる。ちょ、待って、こいつになってるよ。ダイヤモンドスライムと分かれるとこだった。セルゲイナス、スカルスパイダー。あ、やっぱメガボディだよな。ドラゴンはもういらない。これ誰と分かれるかちょっと分かりづらくねえか。で、ホイミスライム。で、ピッキーちゃんも分かれて。アントベア。で、ドラッキー。で、スラボ。君とも分かるだ。さよなら。ということで、残りました3体ですね。で、3体は3体なんだけど、メガボディ2体いるからな。ちょっと待ってね。で、スカルスパイダー。あ、で、これ生まれてきたモンスターって本当に素のステータスで生まれてきてるんで、弱いは弱いんだよね。攻撃力8、守備力8とかしかなくて。で、あとスキルも多分自分のやつしか覚えてないから、暗黒。で、スキルを増やすためにも、ちょっと卵を買っていきたいよね。で、セルゲイナスは、あ、ヒャド、ドルマか。でも、ヒャドだったら、ヒャダルコまで覚えるのか。まあ、グループ技とかもね、ちょっと覚えていきたいよね。基本情報は、まあ、やっぱ攻撃力12、守備力6、素早さ19の賢さ8だから。ちょっと微妙か。セルゲイナスはちょっと入れとこ S だから。じゃあ、機械としてスカルスパイダー。で、ダイヤモンドスライムはもうレベル1でも、守備力素早さが異常だな。スモールボディ、ハードメタルボディって何?ちょっと見れない。耐性。あー、魔法トラマインド。ここら辺ちょっと弱いのか。ほとんどの特技無効とか。やばくない?お、ダイヤモンドスライム固有持ってんじゃん。ギガデイン。ベホイマも持ってる。あ、いいね。回復あるのはかなり助かるな。しかも自動ヒットポイント回復、自動マジックパワー回復とか。だから、ジゴデインまで、最悪ジゴデインまで覚えさせないとちょっと火力が微妙なのかなってか。でも最初の段階でギガデインあればね、多分全然余裕で進んでいけるんで。よし。え、ちょっと編成内容はこれで OK。で、そこから、ちょっと一回、バザーに行きたいです。で、バザーのここのお店が、まあ、日替わりで変わるんだよね。で、商品入荷して、で、ちなみに今やってんの土曜日なんで、土曜日は、卵的には白い卵、虹卵があって、で、日曜になると全卵が売ってるんだよね。で、これ更新しなければ更新かからないんで、まあちょっと最初はやっぱ白玉だよね。もう虹の卵とか高すぎて買えないから、白玉で少しモンスターを揃えて配合して、まあ、強くなっていくという感じでやっていきます。で、まあスキルとかはね、もう証とか買えるんで、そういうのは普通に使っていきますもん。
で、さらにメダル王ですね。メダル王からもらえるアイテムも使っていきます。モンスターもらえるんだけど、モンスターは使っていかないです。で、最初のログインボーナスみたいなのでね、30枚くれるんで、いきなり30枚の商品まではもらえるようになってます。31枚、まあここら辺にあった1枚回収したんだけどね。で、ダモーレスペア、これ武器なんで普通にまあ使います。で、どんぐりベビーはモンスターなんでお別れします。うん、まあちょっと一回仲間の画面は出ちゃうけど。で、メタルネイル使います。で、メタルスライムはお別れします。で、黒曜の剣、黒曜の剣かなり強かった気がするんだよね。装備できるか、そもそもセルゲイナス何装備できるかだよね。全部の武器を装備できるわけじゃないんで、ちょっとセルゲイナス、黒曜の剣いけるね。48だプラスメタルボディにとても当たりやすい。で、あと一応まあダイヤモンドスライムも、メタルネイルがいけるかと、スカールスパイダー、こいつちょっとなんか変えたいな。ヒノキの杖しか装備できねえやんけ。まあ、いやいらない。ちょっとドングリベビーとメタルスライムお別れしよう。ルーラで飛びます。で、メタルスライムお別れして、ドングリベビーもお別れ。 OK。 で、金を貯めないといけないからね。金貯めて卵を買わないといけないから、とりあえずウィジン行きますか。あ、ちょっと待って、ウィジンの前にちょっとアイテム回収しよう。格闘場の宝箱、毒消し層、ここ結構アイテム落っこってた気がするから。で、ヒットポイント回復の証、川の鞭で、攻撃力の証、ちょっとこれあたりを装備させますか。他なかったっけな。まあなんかあったらちょっと攻略サイト見て回収しておこう。で、まあでもヒットポイント回復の証はどうしようかな。まあ一応ベホイマがあるとはいえ、ダイヤモンドスライム一応取りさせておこうか。で、攻撃力の証はこれはもうセルゲイナスだな。 OK。 でこれでスキルが2つになったんで、まあちょっとウィジンに行きますか。で、まだあの守りの扉もクリアしてないんで、ちょっとレベルも1だし、守りの扉で力試し。他の扉もね、Fランククリアしたから開いてはいるんだけど、ランク高いとはいえススてだからね。本当にスのステータスだから。どうだ、いけるか。あのダモーレスペアとか装備してるから攻撃力が強いはず。普通にミスとか13だよ。だって痛いです、死ぬ。え、なんでこいつ、もしかして、てかダイヤモンドスライム普通に食らうし、魔人攻撃あるか。魔人攻撃だったら微妙だぞ。ダイヤモンドスライム上がりがいいな。普通にアタッカーにもなれっかな、序盤だったら。ちょっと待って、セルゲイナス見る。特性出た、魔人攻撃だ。行動早い、持ってっけど、セルゲイナス変えるか。じゃあちょっと配合の時に別モンスターに変えちゃう。ちょっと魔人攻撃はさすがにな、使いづらいけど、まあシャドドルまで。じゃあ攻撃力アップつけた意味ねえじゃんっていう何なんだマジで噛み合ってない。では最下層一つ前ですね。まあ、ここのボスはゴーレムなんで、ドラクエ1の音楽が流れてます。で、ちょっとね、レベル5まで上げたいんだよね。そうするとスキルポイントがもらえるんで、じゃあレベル3でももらえるけど、レベル3のスキルポイント足んなすぎるんで。当たった。魔人攻撃ってミスも多いってこと？
会心も出やすいけどミスも多い。普通の攻撃もあるはあるんだ。もう一回必要だな戦闘が。ファーラとドラゴンキッズ、スキルは何も覚えてないかね。ああ、会心の一撃と。会心で90って弱いよね。いやこれ1結構当たるな。ダイヤモンドスライム危険だぞ。配合してとっととヒットポイント上げていかないとマジで自己死する恐れがある。でここでスキルポイント5、今スキルポイント8なんだよ。だからヒャドドルマでヒャドだけ覚えとくか。一応ヒャド使うか攻撃するかって言ったら多分これ攻撃するよねそりゃ。ミス。ああ普通の攻撃も全然当たるわ。当たるわって言ってもミス多いけど。どうなんだマージン攻撃。今のところ微妙感しかないからな。ちょっともう一回戦闘だな。いけ。かといってダイヤモンドスライムの火力も高いわけじゃないしな。セルゲネスもそれなりに食らうし。いや、やっぱり使いづらい。さてこれでダイヤモンドスライムもレベル5になったんで、スキルポイント5 8。おギガデイン、ここでいけるじゃないか。こいつはもうギガデインメインでいこう。当分の間はジゴデイン80か。ちょっときついな。さあ主ゴーレム戦。ちょっとギガデインの威力を確かに25も使うの。あでも100はあるか。ヒャド、ヒャドはどう考えても弱いよな。あでも30ミス。ギガデイン150強い。テンション上げてきた。でももう多分2ターン目で終わるでしょ。さすがに一発当たれば、一発当たれば。当たんねえ。オッケー。もうセルゲイナス微妙すぎる。ちょっとお金貯めてマジで卵買わないと。でまずはちょっとゴーレム仲間になっちゃったんでこいつと別れます。これ毎回やんなきゃいけないのか、別れ作業を。でバザー会場の卵欲しいんだけど、白玉が2500円すんだよね。でただ卵モンスターしか使わないんで肉がいらないんですよ。なんで肉を全部売ろう。まずとりあえず持ってる肉、霜降り500円で売れる。5000円、骨付き、まあまあまあ、もう10個って1750円で、燻製も10個持ってて、魔物の餌も売ろう。だと武器とかどうなんだろうな。あれ武器とか売れなくね。まあいっか。元気玉とかはさすがに持っときたいけどね。メタルチケット500円で売れるのか。最悪売るのありだなこれ。まあ、とりあえずでも8900円なんで、あ武器を売るって別か。ヒノキの杖とかどう考えてもいらないよね。でもまだちょっと武器少ないから持っておこう。で3つ捧げられるから白玉も3つ買っちゃおう。白玉って何時間だかかるの。そしてまあ生まれてくるのはねもうしょぼいやつだと思うんだけど、あ最初はねやっぱりちょっとステータスを上げないといけないから、儚き運命の柔らかい卵。まあこれでも大体どういう傾向が生まれてくるのかっていうのが分かるみたいだけど、淡い運命の濡れた卵。じゃあ3つ目、ちなみに白玉1時間で帰るね。じゃあ今ちょっとお昼前なんでお昼ご飯を食ったらまた再開しますか。でそしたらもう生まれてきたモンスター10レベルまで上げないといけないんだけど、最初の段階でね10レベル上げるの結構大変なんだよね。まあ、一応メタルチケットがあるっちゃあるけど、
なんかメタルスライムにすら勝てなそうだったんだ。ま、何が生まれてくるかちょっと待ちましょう。では白玉孵化させましょう。あれ3体入る、入るか。儚き運命の柔らかい卵、まあ、ランクはどこから生まれるんだ。あれ一番低いなくって F だっけ。ナスビーラ、ナスビナーラか。 F プラス2がついてるぞ、なんか知んないけど。これ見れる、スキルとか宴会守備力アップ2がついてんじゃん。あ結構いいぞ、2がつくとか。スキルはかなり有用だな。生まれてきた子は強い魔物にはなりません。では2個目、淡い運命の濡れた卵。あキロパンサーだ。 D プラス4、ちょっとスキルを見ておこう。神速ナイトメア、完全に卵スキル要因だなこれ。で次が淡い運命の濡れた卵。あれなんか一緒じゃね。殺人怒り、 E プラ4、石頭と催眠。で今のメンツがだからこれで スタンバイ、キラーパンサー、殺人怒りでナスビーラが生まれてるから、そうだねこれで満タンだよね。じゃあちょっとこいつはレベル上げてもう配合させます。あの配合先はね全然元のモンスター選べるんで、まあ、ダイヤモンドスライムは変えないとして、セルゲイナスちょっと変えたいよね。この低ランクモンスターと配合させてなんかどうなるかっていうところ。スカルスパイダーも別になんか格好からして愛着がないからな、変えたい。スキル的には暗黒持ってんのか、まあまあまあいいんじゃないでしょうかという感じで、やっていきたいと思います。まあ、次回はねちょっともうレベルを上げた段階から始めていきますので、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。